はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではワンダープロジェクト J 実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、第5章のね、闘技大会に出まして、ガーディを倒してね、無事に優勝できたんですけれども、王様にですね、ピーノが人間じゃないというか、ピーノが擬人だっていうことがね、バレちゃいまして、まあ危うくね、処刑されそうになったんですけれども、メッサラがね、まあ、助け舟を出してくれたというか、まあ一応ね、ピーノを助けたっていう形になりまして、まあ無事にね、まあ家に帰ってきたっていう形なんですけれども、まあおそらくね、なんかメッサラは、よからぬことをね、企んでるんだと思うんですが、まあとりあえずね、今回はピーノを助けたっていう形になりましたね。それで、そのままね、第6章に入りまして、街にサーカスが来てるっていう情報と、あとミミさんのお店っていうのがね、なんかやってるっていう情報と、あとなんか、掲示板がなんかあるので、欠かさず見なさいみたいなことをね、まあ、ティンカーが言ってましたので、まあ、今回はですね、まあ、とりあえず街とかね、いろんな場所に行ってみたいと思います。おそらくね、街の人の話とかも変わってきてると思いますので、まあ、いろいろね、ちょっと、ワールドマップに出まして、まあ、どこに行けるかっていうのとね、確認と、まあ、いろいろね、情報を聞いて回りましょう。これはなんだ？ピエール大サーカス。あ、ここにね、サーカスが来てるみたいですね。で、森。で、これはお城ですよね。で、町と、港と、こっちかな？ミミさんのお店。ここにね、なんか新しくショップができたみたいですね。コルロの裏通りと。じゃあ、まあ、まずはね、日課の、農場に行ってね、作物の様子をね、見に行きましょう。お、芽が出てますね。わーい、芽が出てる。よしよしよし。まあ、このままね、無事に育ってくれることを祈りまして、じゃあ町に行ってみましょうかね。町の人の話もね、多分大きく変わってると思うので、盗み聞きしましょう。女の人が好きなお姉ちゃんたちが何か話してるぞ。何何？何を話してるんだ？見て見て、あの子。ジャンヌ様を倒した少年よ。あ、知ってるんですね、この人たちも。何さ、生意気。ジャンヌ様なんて言ってたんでね。って言ってる。目を合わせない方がいいな。あ、なんかピーノのね、反応も人間っぽくなってきましたね。ジャンヌ様をこうね、お慕いしてるというかね、そういう感じの女性みたいですね。ムカつくぜ。ちょっとね、ピーノの性格がね、攻撃性がかなり高いので、ちょっとね、乱暴な感じがしますね。こっちの人は？お兄ちゃんたちが何か話してるぞ。何々？何を話してるんだ？ミミって知ってるか？お店の人の名前ですよね。ああ、擬人の店の？擬人相手に店やって何が楽しいんだろうな。うん。って言ってる。ひどいこと言うな。プンプン。怒ってますね、ピーノ。ということは、ミミさんっていうのは、普通の人間なんですかね。普通の人間が、擬人相手のお店をやっていると。なるほど。こっちの人は、おじさんとおばさんが何か話してるぞ。何何？サーカスはいいですな。ピエール大サーカスですね。玉乗り、綱渡り、心が躍るざます。
玉乗りと綱渡りを今度やらされるのかなって言ってる。なるほど。この座ってるおじいさんは、変なおじさんが独り言を言ってるぞ。何何？どいつもこいつも人間は擬人をバカにしよって、あんなにお世話になったのに勝手なもんじゃ、ブツブツ。このおじいさんは結構ね、擬人の味方っぽいですねって言ってる。てん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 。まあピーノもね、ちょっと思うところがあるんでしょう。アベックが何か話してるぞ。何何？知ってっか？ガーディが格闘大会で負けたらしいぜ。まあピーノはね、倒しましたからね。嘘を？一体誰に？ここにいる少年です。それが、兵士に聞いても教えてくれないんだ。あ、王様側としてはね、擬人に倒されたっていうのは、内緒にしたいみたいですね。ふふふ、またあの子じゃないの？え？ははは、冗談きついよ。冗談ではないんですけどね。って言ってる。僕なのに、ふふ。まあ本当はね、ピーノも、僕が倒したんだよって言いたいんでしょうけれどもね。また人間にね、迫害されちゃうかもしれないですからね。まあ、結構ね、人間とこう、擬人の関係性っていうのもね、だんだん見えてきましたね。こっちの裏通りっていうのを行ってみましょうかね。ここは大丈夫なのかな、行って。ん？掲示板。階段？ん？この人はなんだ？あ、勝手に降りてきた。勝手に降りてきたぞ、ピーノ。ちょっと待っててね。ここら辺は別に何もないのかな？この人はなんだ？警官っぽい格好してますけれども。あれ？別に話せないのかな？話せないみたいですね。ムカつくぜ。じゃあ掲示板でも読んでみましょうかね。アルバイト募集。擬人を楽しませてくれる方。バイト募集中みたいですね。擬人人間問いません。耳の店。耳のお店で募集、バイト募集してますね。団員募集。来たれエンターティナー。玉乗り、綱渡りができ、歌が歌える方、ピエール大サーカス。ご注意、最近この辺りで泥棒の勧誘が行われています。泥棒の勧誘。彼らはボールを使って警官をびっくりさせろという変な誘いをかけますので、もし見かけましたら警察に連絡してください。コルロ警察署。なるほど。ミミさんのお店でアルバイトを募集してて、でさらにサーカスで団員を募集してまして、でさらになんか泥棒のなんか、お、なんかアイテム拾いましたね。これなんだろう。シーチャージャー。なんか勝手にピーノがね、このゴミ捨て場からなんかアイテム見つけましたね。何でしたっけ。そうそう、泥棒の勧誘もしていると。まあ多分この警官にボールをぶつければ何かが起こるんだと思うんですけれども、まあとりあえずミミさんのお店っていうのにね、行ってみましょうか。あれ？こっちから行くんじゃないのか。ワールドマップからミミさんのお店に行くみたいですね。まあ、掲示板のこのね、メッセージ通りに話を進めていけばね、大丈夫だと思いますので、まずはミミさんのお店のアルバイト募集のね、ところでも見てみましょうか。ミミさんのお店。
よし、行ってみましょう。ゴンゲンさん、ここからピーノの実力を試してみましょう。あれ？何かね、またイベントが始まりますね。あ、ミミさんのお店って飲み屋っていうか酒屋さんっていうか、そういうお店なんですね。ん？あら、珍しい。アルバイトさせろ。こんなこと言っちゃ絶対バイトに採用はさせてくれないですよね。もう乱暴なんだから。ん？面接が始まるのかな？君、アルバイト募集を見て来てくれたのかな？まあ、結果的にそうなりましたね。あのね、ここはね、何の楽しみもなく生活してる義人たちに少しでも楽しい時間を過ごしてもらうためのお店なの。なるほど、酒場ですね。お仕事はね、そんな義人たちを楽しませてほしいんだけど。ねえねえ、君、何かできる？うん、下手でもいいの。何かできますかね、私。心さえ込めてくれれば。ラッパ吹けますけどね、私ね。私っていうか、ピーノね。お、わーい。ミミさんの歌が始まるぞ。ミミさんはここで切り盛りをしながら歌も歌うんですね。あ、ちょっと聞いてみましょう。うまいな。なんか素朴ですけど、いい歌ですね。なんか心が癒される感じがしますね。うまいですね。思わず聞き惚れてしまいました。ここでミミさんは歌を歌いながらこう擬人をね癒してくれるっていうか、そういう感じの人なんでしょうね、きっとね。素晴らしい。こんなにうまくは歌えないぞ、ピーノは。いいぞ、ミミさん。ミミさんいい人ですね。うう、泣けるな、しくしく。そっか、擬人相手にね、こんなところでお店やってるんですね、ミミさんは。私うまくないんだけど、すごいうまかったですけどね。それでも擬人のみんなはこんなに喜んでくれるの。擬人じゃなくても喜びますよね。だから私いつも心を込めて歌っているの。なるほど。ねね、君の名前は？私の名前はピーノです。ピーノー。ね、ピーノくん、君も何かやってみて。うん、今の性格では、なんかこう攻撃っぽくなっちゃうのかな。大丈夫かな。ピーノー、ダンスでゴーゴーゴー。こんなことするんだ、ピーノ。初めて知りました。あ、喜んでくれてますね、他の擬人は。変なの。これじゃなんかバイトは無理かな。ふふふ、擬人たち少し喜んでくれたみたい。少しか。ありがとう、これバイト代。また擬人を楽しませてね。あ、なんかアルバイト料もらいましたね。500コルロかな。ありがとうございます、ミミさん。これで良かったのかな？多分良くないと思いますね。
歌を歌う。ちょっとじゃあ465にヒントもらいに行きましょうか。教えて465。少し受けたの？ふふふ、よかったね。ひと言だな、擬人465は。歌ならもっと受けるかもしれないよ。歌を歌う。ステージの代わりになるようなところで練習させてみたら？ステージの代わりになるようなところ？お店でなんか楽器っていうかの歌を歌う本みたいなやつって売ってませんでしたっけ？ちょっとね、お店に行きましょう。なんかの音符が書いてある本かなんかがあったような、なかったような。ジジイなんかくれよって。でカウンター蹴飛ばしてますね。らっしゃい。しかし乱暴な子だな。すいませんね、いつもいつもね。これかな。絵本違うな。国語の本、絵本じゃないですもんね。なんかあったような気がしますけれども、なかったかな？なんか違うな。なんか違うな。これはなんだ？なみなみのみ、もりもりのみ、チャージャー。あったあった。これ。歌の心得。3万コルロか。高いな。3万コルロはちょっと高いので、買わないで、どこかで練習しましょうか。どこで練習するんだろう。ステージの代わりになるようなところで、歌の練習をする。どこだ？ジェペット博士の家の2階かな？久々にね、ちょっと2階に行きましょうか。なんか確か窓際で歌を歌ってたような気がするんですよね。ここかな？机。テーブル、机。ここで確かなんか、あれ？なんか違うな。なんか違うぞ。テーブル。ここはステージの代わりかな？なんか違いますね。ん？ストーブ。これなんだろう。ストーブは関係ないかな。火ってあったかくて気持ちいいね。あ、こんなこと言うんですね。そっか、あんまりこう家の中ってね、私触ってなかったっていうか、あんまりこういじくってないですね。机。寂しいよ。そっか、歌を歌う。表現力かな。まあおそらくね、あの攻撃力とか、まあ腕の力とかね、そっちはあんまりこう関係ないと思いますので、3万コルロ払ってあの歌の心得を買うべきかどうかですね。買わないとダメなのかな、やっぱり。ん？来るか、敵め。かなりこう、攻撃性っていうかね、攻撃的なこう性格ですからね。ラッパ。ラッパー吹けるかな、今。ラッパーはちゃんと吹けますね。よしよしよし。とりあえずこの、表現力とかね、あの、
緑色のランプが光るようなことをしまして、それでちょっとね様子見ていきましょうかね。感じる力99、表現力65、優しさ41と。ラッパは完璧なんですけれどもね。自信信頼、表現力は上がってるのかな。なんか猫があっちこっちにこうねジャンプしてますね。どうだ、自信信頼、表現力は上がってますけれども、歌を歌う、やっぱり3万コルロ払うしかないのかな。ラッパ、ラッパはねもう全然完璧なんですけれども、問題は歌ですよね。机乗ってみましょうか。どうだ、寂しいよそっか寂しいのかピーノは。机、テーブル、ステージっぽいんですけどね。なんか運動しちゃってますね。ラッパの練習をしてもやっぱり意味はないのかな。ラッパよしよしよし、乗れるかな、乗れるかなっていうか歌う、歌うかな。どうだ、寂しいよそっか、自信を失って足の力がアップしてるぞ。これはどういうことだやっぱりラッパの練習じゃダメっぽいですね。歌うかな。お、歌うまくなったら受けるかな。お、いいですね。そう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 、歌なんですよピーノ。お、いいね。どうすりゃいいか、ひらめいた。できたできた。じゃあもうちょいラッパの練習をして、ラッパの練習をしまして、で机の上に乗る。そして歌ってくれピーノ、頼みます。お、いいんじゃないですか今の、今のは歌ですよね。どう聞いてもね。これで良かったのかな。よかった、3万円払わなくて。ステータスは表現力96。もうちょいかな。表現力99とかにすれば、お、なんか感じてきちゃった。少しは優しくなったかな。よし、99ですね。じゃあ机、頑張れ。どうだ今のでいいのかな。まあ、とりあえずね、歌を歌えるようになりましたので、ミミさんの店、もう一回ね、行ってみましょうか。もうちょっとうまく歌えるのかもしれないんですけれども、まあ、さっきのあの、ヘンテコリンなダンスよりはね、多分、疑似も喜んでくれると思いますので、
とりあえずね、行ってみましょう。開いてくだせー。ドアはお祈りするものではないんだけれどもな。よし、じゃあダッシュでね、行きましょう。これでアルバイトね、採用してくれると嬉しいんですけれど。ミミさんのお店どうだろう。また来ました、ミミさん。へへへ、また来たぜ、あの少年。ミミさん、かわいいな。あら、また来てくれたのね、ピーノくん。またバイトさせてくれるかな。さあ、擬人のみんなを楽しませてあげてね。よし、じゃあさっき覚えたね、歌を披露しましょう。どうだろう。どうだ。いいぞ。でもまだいまいちだな。はははははは、と。まだやっぱりいまいちっぽいですね。君って歌が好きなんだ。そうだ。ん？いいものプレゼントしてあげるね。なんだろう。これね、私のお母さんからもらった大切なものなんだけど、ピーノにあげる。あ、ありがとうございます。なんかもらいましたね。これで勉強すればきっと上手に歌えるわ。これ何ですかね。上手になったらまた聞かせてね。うん、まだまだね、ミミさんにはかなわなかったですね。ありがとうピーノ、これバイト代。また来てね。また来ますよミミさん。いくらだ。1000コロロかな。なんかもらいましたね。じゃあ46号にまたねヒントをもらいに行きましょう。教えて465。これは一緒ですね、全部ね。歌が受けたの？よかったね。まあちょっとイマイチだったみたいなんですけどね。擬人って本当に歌が大好きなんだよ。あ、そうなんですね。練習して上手くなればもっと受けるはずだよ。なるほど。もっと練習しなさいということですね。何もらったんですかね、これ。あ、歌の心得。よしよしよし。よかった、3万コロロ払わなくて。よかった、本当によかった。じゃあまた2階でね、練習しましょう、と思ったんですけれど、ちょっとね、結構時間が、いい時間なので、まあ、1回か2回ぐらいね、練習してみましょうか。根気、思考力、優しさ。これは何？って感じですね。こんなことやってていいのだろうか。ダメです。違うぞ。歌の心得を読む。あるいは何かこう感じる。よし。一番大切なこと、それは心を込めて歌うことよ。お、いいこと書いてありますね。ん、どうすりゃいいか、ひらめいた。よしよしよし。今のが正しいのかな。そうですね。歌の心得をしっかり読んで。ちょっといまいちだぞ、ピーノ。ん？ちょっといまいちな部分がありまして、でさらにね、ちょっとピーノの気力も減ってきましたんで、とりあえず今回はね、またポットで休んで終了しましょう。結構ね、第5章はまあ割と短めというかね、闘技大会のみのショーだったんですけれども、今回はね、なんかいろいろやることがありますね。まずはこうミミさんに気に入ってもらって、まあさらにね、サーカスも挑戦しないといけないと思いますし、
あと泥棒のイベント、あれもね、多分やんなくちゃいけないと思いますので、まあ、結構ね、忙しいショーになりそうですね。じゃあ休みまして、今回はね、終了しましょう。はい、ということでね、今回はこの辺で終了したいと思います。セーブをしてね、終了しましょう。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。